愛媛大学と松山市が連携した初めての防災士養成講座が21日松山市茅町6丁目の市保健所消防合同庁舎で始まりました。24日まで合わせて361人が近年の地震災害や避難所運営のノウハウなどを大学教員や市消防職員から学び資格取得を目指します。防災士は NPO 法人日本防災士機構が認定する資格で地域の防災リーダーの役割を担います。21日のオリエンテーションでは愛媛大学防災情報研究センターの矢田部隆一センター長が多数の死者や行方不明者が出ている広島市の土砂災害を例に挙げながら受講の意義を説明しました。深夜3時間の集中豪雨、これがもし松山で皆さん方の家の近くで起こったらどうなるだろうっていうことをちょっと頭にイメージしてください。大雨が降るから2階に逃げよう、あるいは隣近所数軒隣に避難しようという行動を取ってただけで、この犠牲者の数は半分にできる、あるいは3分の1、4分の1にできるんですね。従来の養成講座は市の関係者に受講者を限定していましたが、今回は民間企業の従業員などにも門戸を広げました。やっぱり役に立てると思って地域に貢献したいと思って申し込みました。現実問題として夜中に逃げるというのはなかなか不可能だと思うんですよね。その中でどうするかといったら、やっぱり先結論から言うと、自分の命は自分で守るということでね、やっぱこう向こう三軒両なりというのはもう以前からそういうのをこう、ね、コミュニケーションを取りながら声かけ合いながらね、こう救助して今自分も逃げるということがね、もうそれしかないんじゃないかと思うんですよ。講義が始まると受講者は講師の話に真剣に耳を傾けメモを取るなどして知識を深めていました。